はようございます。釣り子 TV です。2021年のニューモデルのバスロッドを買ってきてみましたよ。こんな感じでね、新品でバスロッド買うのなんかちょっと久しぶりな感じですけども、丁寧に梱包されております。じゃあね、どんな竿を買ったのか早速開けていきたいと思います。これはこんな感じで、はい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 、さあ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 、うお、へえ、いや、なかなかかっこいい竿袋がついておりますが、はい、ここ見えますでしょうか、ベルサートね、アブの新しいですね、竿ベルサート、これがいよいよね釣り具屋さん店頭に並んでいたので、一本ね買ってみましたね。いろいろな番手が出ているんでどれを買おうかななんて思っていたんですけど、まあこれ見ていくと機種名は書いてないですが、ここに値札がしっかりと、26,500円ね、という価格で、定価売っております。アブガルシアって書いてありますけど、まあまあまあ早速ね竿袋のところは、こんな感じで、開けていってみたいと思いますよ。ベルサートね、ちょっと気になっていた竿なんで、はいはいはい、はい、こんな感じの竿ですね。これグリップ周りからこうなっていて、ベイトモデルね、1本買ってみました。ここに詳しい説明が書いてあるんですけども、VERC の 67ML っていうことで、ミディアムライトアクションのね、竿を買ってみました。でね、釣り具屋さんだとなかなかこのね、いろいろなこういう機能だよっていうのがついてたりして、どんな感じなのかね、触れなかったんで、これを解除してですね、触ってみたいと思います。来た、これ。ねえ。めっちゃ軽いんですよね。この、なんだろうか、持った時のね、グリップ周りの、握りやすさと、あとはまだリールはつけてないですけどね、わかるっていうこの感じですよね。で、ミディアムライトアクションっていうことなんで、竿先の方はですねこんな感じで曲がるようなね、竿なんですけども、結構ね穂先の方までピーンと張りはあるんですけども、スムーズに曲がってくれるっていう。で、バットの方がね、結構強めな感じだなっていうね、ミディアムライトアクションっていう表記なんですけども、いや、これ、ミディアムぐらいあるんじゃないのっていうね、触り心地なんですが、まあ、穂先の方はね、素直にスッて入りそうな、こういう感じの穂先なんで、ミディアムライトアクションなのかな。実は、ですね、ベルサート何か一本買いたいなと思っていろいろスペックを見ていたんですけども、610M っていうベイトのモデルがあって、ミディアムの竿ってそういえば全然持ってないから、610M ね、買いたいなね、ワームとかちょっとしたプラグとかやるのに、なんていう風に思っていたんですけども、あとこのタフブランクス使ってるから結構張りがあってパワーがあるのかなっていうことは、まあミディアムライトアクションでも自分の、やりたい釣りにぴったりなんじゃないかなと思ってね、一つ買ってみました。実はね、これまあ台紙外してみて、それでこう持ってうわ軽ーなんてやってましたけども、まだ全然発売前の上州屋さんかなんかでこう展示イベントがあって、そこで全機種こう実際に手に持って触ってみることができたんですね。今年
フィッシングショーとか釣りフェスティバルとかがないんで、あ、そういう機会ないなと思ってたんですけども、まあ釣り具屋さんの店頭イベントで、触ることができて、で、いろいろこう、触ってみる中で、610M、もしくは、この、67のミディアムライト、どっちかちょっと買ってみようかななんていうね。で、小森嗣彦プロが、MH の番手だったかな、使われているので、まあ、それは、ああ、こんな感じか、なんてね、釣り場で触らせていただいたりしたんですけども、あれは、まあ、ちょっと張りがあって、で、思い起こしてみると、ね、自分、ミディアムヘビーとか、ヘビーアクションのロッドしか持ってないんですよね。こういうちょっと最新鋭で、ワーミングに使えるような竿っていうのね、全然持っていなくて、っていうのはゲイリー山本の山タヌキとかね、ああいうのを軽快に使いたいなぁなんて思ってこう竿をゴソゴソやるんですけど、全部ね、張りのあるね、強めの竿しかないんですよね。まぁ、ちょっと待ってください。じゃじゃじゃーんってこうね、いろいろ今、使っているのから、まあ、最近使ってないのまでね、竿だまりから持ってきてみたんですけどもね、ほとんどね、これモンスターキスの MV65、これはね、ミディアムヘビーとか、ヘビーぐらいの硬さあるなとか、まあ、このバンタムの、1711H の SB、 これなんかもうね、ビッグベイトとか使っちゃうような感じ。まあ、ただヘビキャブなんかでも使えるよっていうことでね、まあ、これなんかもまあヘビーアクションですね。これね、ごつくて、長くて気に入ってるんですけども、そんで次は例えばこれはね、メガバスの、5点ですね。 F5 の5点っていうことで、これもね、ミディアムヘビーとかヘビーぐらいのパワーになるんじゃないですかね。結構、ジグとか投げるように使っていたんで、これも硬いよなとか、これは M になるのかな。表記どこに書いてある。ですね、ファンタジスタレジスタのランカーキラー1っていうやつですね。あ、これもミディアムヘビーです。ちょっとね、重めのものも投げれるなと思って、ミディアムヘビーで。で、これはですね、同じくファンタジスタレジスタの、70H ですね。これヘビーパワー。ね。H 番ってね、ヘビー番ってになっちゃうんで。で、これなんかはね、スペルバウンドのですね、これも 700H なんで、これもヘビーパワーなんですよね。これもヘビー。大体ヘビー。で、これはですね、トリックスターの、やはり MH、ね、68の MH、ね、これよく釣れる竿なんで、未だに使ってますけど、これも MH 表記でしたね。そして、ですね、これはなんだっけな。はい。ワイルドサイドのこれはですね、610MH、 またミディアムヘビーなんですね。もう ミディアムヘビーばっかり。そして、だいぶ終わりが見えてきました。ここら辺からはね、もうちょっとガチで、最近使ってる竿ですけども、これはですね、ロデオクラフトの49シリーズのですね、ホワイトウルフ、704、17ポンドクラス。17ポンドクラスっていうことは、ミディアムヘビーとかに相当するクラスみたいなんで、これも MH アクションですね。そうして、これ最後残りましたね。これ、まあ、一番よく釣ってるベイトじゃないかななんて思うんですけど、ファンタジスタのレジスタの 70H の10周年記念モデルですね。これはね、H アクション。はい。ということで、まあ、つらつらと見てきましたが、これ以外にもね、プラッキング用の、竿あるんですけど、それはまあ、ちょっとグラスコンポジットだったり、巻物用だったりするんで、ちょっと置いといて、ワームとかの釣りで使う竿で見ていくと、本当にですね、MH か H の竿しか持っていなかったな、っていうことで、そこで、よいしょ。これね、ちょっとワームとかもね、
軽快にこうベイトフィネスまではいかないんだけども軽快に操りたいなと思ってこの67のね ML っていうねモデルをちょっとね買ってきてみました。小森プロの今作っているベイトワーミングの竿っていうのがあってコンクルージョンから出るんですけども作っているのは確か、アブで同じ、タフブランクスを使っていてトルザイトガイドででちょっとこういう細かいところもすごい作り込んでいてっていうそれがね、すごい使いやすかったなって印象があってただまあそこら辺はねいつ発売になるかわかんないよなともうハイシーズン突入しちゃったよななんて考えると同じこのねこういう感じでタフブランクスね書いてありますけどこういうタフブランクスを使っていてそんでもってね自分の使ってみたい長さであってまあ、調子のやつがあったらね、って思ったらこのベルサートのね 67ML っていうのをねちょっと1本買ってみようっていうことになりました。で、見た目のところもですねこれですね実売だと2万円ちょっとぐらいで買えたんですけども一番お気に入りで使っていたこの10周年記念のファンタジスタと結構似てるんですよね。まあなんか微妙にはね違うんですけどここは例えばゴムが巻いてあったりとかなんですけどもこの先端の方がねちょっとこういう金属のなんていうか言いますかね、パーツだったりしてこんな感じね。あーこれはねすごい使いやすくてお気に入りだったね。10周年モデルとすごいね似た感じなんで見た目がこれは良さそうだな。でこっちはね高い分ですねトルザイトガイドが使われていたりとかね、至れり尽くせりのもう、究極のロットって感じでね、未だに使ってるんですけどこの頃はまだね、タフブランクスっていうねやつじゃないと思うんですよね。タフって書いてないと思いますので。で、小森プロのコンクルージョンの竿とかで、この、タフブランクスっていうのは、すげえんだな、軽いんだな、強いんだなっていうのを体感して、その流れの中でですね、何かタフブランクスの、使われている竿が買ってみたいな、さらにベイトでね、なんて思って、あとはこのガイド、ね。はい。こういう感じでガイドついてるんですけど、富士工業の最新のですね、SICS って、SIC なんだけども、軽くて、強い、ね。まあ、最上位機種とかにはね、やっぱりね、トルザイトガイドとかが使われると思うんですけど、こういう感じでね、SICS の竿、ね。これが買ってみたいなっていうところと、まあ、この軽くて強い、タフブランクスにその SICS ね自分の使ってみたかった試してみたかったガイドが乗っかってる。で2万円ぐらいで買える。いやこれでしょうと思ってねそれで買ってみました。まあ実際にはね、釣り場でリールをつけてルアーを投げてみてねどんな感じの調子かさらにさらにね、インプレッションしていければなと思うんですけども、家でねこう開封してねいじり倒してる感じはねいい感じですよ。なんか、ちょっと、リールなんかもつけてみますかね。まあグラビアーズとかがいろいろありますがこれ、まあ、せっかくアブだから未だにねずっと使ってるアブのLTX だっけな LTX のねリールつけてたんだね。懐かしくないですか。なんかちょっとね LTX 未だにねちょっとベイトフィネスっぽいちょっと軽めのワームとか投げる展開の時はねこのね LTX を使ってるんですけどもこれなんかつけたらねバッチリなんじゃないかな。軽いしねでワームとか投げるしこれはね、アブとアブなんでね、まあ、しっくりきますね。軽
いな、今のミディアムライトの竿ってこんな感じなんだっていうのは、こういう感じなんだっていうね。軽い。この組み合わせで使ってみようかな。もしくはちょっとワームの内物だと結構グラビアスがずっと使ってるんで、グラビアスリール合わせてみるかとか、まあちょっとこれ軽めのなんだろうプラグなんかでもいいよって書いてあったんで、そういう場合はメタニウムとかでそういうのもつけてみようかなと思うんですけど、まあどうでしょうか。ちょっと古いリールかもしれないんですけど、こういう感じで LTX をつけるとね、こんな感じでございます。はいね、じゃあ、まあこういう感じで、あいいな、こういう竿を本当持ってないな。まあちょっといろいろ試してますが、どんな竿を買ったのか、ここにね、あのね、アブの説明がね、いろいろ、乗っかってるんで、これをちょっと見ながらね、まずガイドは SIC ガイドが使われているよっていうところと、あとは、革新のブランクスを実現のね、TAF、タフ、製法、強度アップと軽量化、相反するロッド進化を両立するね、こういう、タフ製法が使われているよっていうね、そういった表記の値札と、ベルサートね。ここにですね、このベルサートの67ML のですね、詳細が書いてあるので、まずルアーはね、5g から 15g ぐらいがちょうどいいよって、ラインは6ポンドから12ポンドくらいで使ってくださいね。こんなことが書いてありまして、プラッキングワーミングに対応するテクニカルバーサタイル、小型クランク、シャッド、ミノー、小型トップウォーター等のプラッキングと、ネコリグ、ライトテキサス、ヘビーダウンショットなどのワーミングに対応するテクニカルな、バーサタイルライトアクションロッド。しなやかながら反発力のあるブランクスが、ルアーキャストの正確性を向上させ、曲がるほどにパワーを増すブランクスが、大物バスを難なくリフトアップするということで、100% カーボンだよということと、次スウェッチ。全長は2メートルありますよっていうところと、ファーストアクションの竿です。そして、ね、標準自重が 104g ですっていうことでね、ピュアフィッシングジャパンってこんなことがね、これ書いてあるんですけども、嬉しいな、なんかね、新しい竿が家に来るとね、こんだけ持っててもね、やっぱりね、いいもんですよ。で、まあ、これ使ってみてね、具合が良ければ、その他のね、スピニングモデルであるとか、あとは、本当だったら欲しかった 610M をどうしようかな。その上のミディアムヘビーとか H 番台ね、もうさすがにこんだけね、いろんな竿があるから、どうしようかな、ね。で、本当にね、欲しい竿とかね、結構ね、高いんですよ、最近。ね。なんか高級なね、竿ね、欲しくなっちゃってて。まあでもこれだったら2万円で買えるんでね。まあ2万とね、ちょっとだったかな。そのお店によってもね、結構その30% オフだったり、25% オフだったり、20% オフだったり、はたまたネットとかのいろんなお得なキャンペーンとか、合わせるとさらに安く買えたりするのかななんてね思いますけど、自分はね2万いくらだっけな、2万700円、結構ね、お得に買うことができたんですよ。だからいろいろなねところで見比べて、まああとは実際にね店頭で触れるところとかでね触ってみて、そこで買ってみたりとかね、あと釣り具屋さんの各種お得なポイントとかも絡めつつ、自分の場合はね4月中にこれが陳列されていれば、中央区がねペイペイの 20% オフやってたんで、それで買えないかなと思ってね、ずーっとねなんというか粘ってたんですけど、ついに4月に陳列にされずに、でなんかねこの前行ったらねこれ置いてあったんですよ、ね、もうなったよと思って、ペイペイの20% ねキャッチバックのキャンペーンで買えればもう安く買えたのになーなんて思って、今回はね
これは大森にあるですね、釣り竿をいっぱい置いてある名店のあのキャスターハウスですね、あそこでこのモデル、在庫してるよっていうことだったんで、店頭でね、お得に買うことができました。はい、なんていうね、小話も挟みつつ、あとはもう実調の方ですね。実際にあの頭につけたカメラでどんな感じの曲がりとかね、どんどん今年の、まあ主にこれまずはワームで使ってみようかなって、あとは、梅雨の時期に入ったら小型トップウォータープラグちょっと遠くに入れたい時とかに使ってみようかななんていう風に想定していますので、動画の方で出てくることも多くなってくるんじゃないかななんていう風に思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ピュアフィッシングジャパンからね、新しく出た、このね、アブのですね、ベルサート。これの 67ML ね、このモデルを買ってみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。